どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレ、今度クラファンでリリースするこのウクレレを使っていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は若者バンド、かっちょいいバンドなんですよ。フレデリックというバンドのオドループ。この曲ね、もう踊れるやつです。プロモーションビデオの世界観とかもすごいですからね。これかっこいい曲です。これをやろうと思います。ガズレレ流で簡単バージョンです。はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。これはね、結構すぐできます。はい。ちょっと歌がね、まあまた、拍がまた難しいっていうところもありますけど、これは結構ね、コードだけは簡単なんですよね。はい、次は、後半はね、かっこいいバージョン。このね、やっぱビートとリズムが加わったところが、これダンスですから、踊ループですからね、これ踊りがテーマね、ダンスがテーマの曲ですから。はい。ぜひこの最後までご覧になってください。この曲、楽しい曲です。はい。で、いつも聴いてる曲だとか、カラオケで歌ってる曲を自分で楽器演奏してると弾き語り。これ皆さんにぜひ体験していただきたいです。これ最高に楽しいんですよね。でね、楽器やったことないからもう私には無理だわとか、いいなとか憧れだけど私にはちょっと不器用だからとかそういう方多いんですけど、ウクレレだったらね、できるんですよ。弦4本しかないし、簡単なんですよね。なんですけど、簡単なだけじゃないですよ。始めたらわかります。ものすごい奥の深さなんですよ。すごい、もう、ほんと奥深いんで、ずっと楽しめるパートナーになると思いますよ。はい。で、これ YouTube ですからね。これ YouTube 見てるだけで、どんどんできます。YouTube だったらいつでもどこでも、スマホでも見られるし、ちょっとした隙間時間にパッとこう触ってね、ウクレレなんか、その辺のソファーのところにピッと置いとけるちっちゃさですから。はい。無料。しかも、これはね、いい機会だと思うので、皆さん始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに、ウクレレ触りながら弾いてるだけで、ああ、私今もできてる!すぐなりますからね。じゃあリンクここ行ってください。初心者レッスンはここに行ってらっしゃい。クリック!いらっしゃい。そこには私が取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲700曲以上がもうすでに上がってアップロードされております。全部ウクレレで簡単に弾けるようにした簡単ウクレレレッスンバージョンでございますからね。はい。最新 J-POP はもちろんですけど、定番の J-POP、 昭和の夏メロから洋楽、ハワイアン、映画の音楽、アニメソング、何でもあります。先ほどのリンク先の下の方に行くと検索できたり、リストから選ぶようになってます。お気に入り見つけてください。はい。今日はそういうわけでね、オドループいきますよ。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1, 2, 3, テレスコープ越しの感情、廊下に全
フレデリックのオードループ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンをやってみました。今のは長さはですね、もちろんガズレレ流ショートカットバージョンになっております。フルでやりたい方、2番のコードを書き足していったりするとできますからね。結構ご覧になっていて分かったようにシンプルなコード進行なんですよ。ただ歌のね、この感じが独特だなということで、皆さんぜひ楽しんで歌ってみましょう。テロップと一緒に合わせた後は今度自分で書き出してください。で、2番やりたい方もこれを見ていただくといいと思うんですけど、まずですね、ここイントロですね。で、これかける今2回。本当はもっと長いですけどね。まあ、ショートカットバージョン。で、A メロのこの部分なんですけど、このコード進行をずっと回してるループなんですよね。この中で A メロは全て展開していくというようなイメージで。はい。なんで歌詞だけ書いて、コード進行はこうですというふうな感じで、まあ、私はノートには記しましたということですね。はい。はい。で、ここがサビですね。踊ってない。このサビがね、頭ぐるぐるのやつです。ずっとこれ頭に響いちゃう。リフレインを呼んじゃうやつですね。はい。この辺、ですね。で、これも一時停止でメモっていただいて、はい。で、ここでね、ちょっと決めが入るんです。決めというか、かっこいいフレーズメロディーみたいな感じで、で、今は、Am、Em、これ普通に4つ弾きで言ったんですけど、後半ここではね、ちょっと決めなカッティングでやろうと思います。という後で解説します。で、ここがブリッジパートですね。ちょっとね、これ、尺がっていうか、場所がなくなってきちゃって、急に倍のカウントになっちゃったんで、字が細かくなっちゃってるんですけど、まあ、この辺はちょっとテロップとまた、再度見合わせながら確認してください。一時停止でどうぞ。はい。じゃあまず出てくるコードを解説するとですね、今やったシンプルバージョン、これです。C と Am、C7、F、Dm、G7、Em7 ということで。はい。この7個でやりました。これはですね、いつも毎度おなじみ、ドン、こちらです。ガズレレ必須コード。必須コードって書いて必須じゃないですか。コードっていうのは星の数ほどあるんですけど、全部覚えようと思ったら大変だし、もう、そんなの、まあ無理なんですよ。で、朗報があります。ウクレレで皆さん音楽やろうかなと思っている方にとって、ウクレレとめちゃくちゃ相性がいい、ものすごくこう便利で使えるコードが8個あります。それがこのガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというのはつまり8個を拠点としたグループの名前なんですけど、今日出てくるコードは今のやつ。みんなこのグループなんですよ。で、それを以前私がめっちゃわかりやすくレクチャーしている。わかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ここでガズレレ必須コード覚えてくださいね。これね、便利ですから必ず覚えた方がいいと思いますよ。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、ほんと一箇所。このブリッジのところに、この Fm ってコードを入れます。さっきのシンプル簡単バージョンは G7 でちょっとアレンジしたんですけど、本当は Fm の方が響きがいいですね。Fm っていうのはこれなんですけど、初心者さんちょっとつまずくコードなんで一応解説します。はい、Fm 押さえる場所、ここと、ここね。こうやって押さえるのが、教科書通りの押さえ方ですけども、ガズさんは、この部分のところ、親指で押さえちゃいますね。どっちでも、綺麗に音が出ればいいと思います。ここ、人差し指で押さえるときは、こう、ね、親指がこう、下には引くというか、はい。握るときは、ぐっと握るわけですね、親指で。はい。どっちでも、便利な方で。やってみましょう。これ初心者の人、ちょっとピッと行くのは、急に行くのは大変だと思うんですけど、ちょっと頑張ってみてください。はい。でですね、リズムの方で、これです。シンプルに、8ビートのチャです。これはですね、ディスコっぽい感じですよね。もう曲名もオドループだし、歌詞の内容もとにかく、一晩中踊りたい。もう踊るのがいいよみたいな感じで、なんか不思議な感じの曲なんですけど、まあ、踊れる8ビートというイメージがいいと思います。こんな感じですね。こんな感じです。これを8ビートのチャというんですけど、チャはね、打楽器、ドン、タッとスッと、このドラムのパッという音をね、パーカッション的に使ってます。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はガズレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚で、その中から8ビートのチャを練習してみましょう。動画で練習しましょう。で、まずですね、初めてこれリズムの練習する方は、最初8ビートから始めてください。8ビートができるようになってから8ビートのチャっていう風に移っていくようにしてください。それでこのノリを出しますということですね。はい、じゃあ次はですね、一箇所出てくる決め。ここは結構ね、いいですよ。かっこいいですよ。これを見てもらいたいんですけど、まあ、こう、矢印があるじゃないですか。これ矢印もちょっと書いてみますけど、シンコペーションのマークなんですよ。シンコペーションって何かというとリズムがポーンという風に行くんですけど、ただのシンコペーションじゃなくて、これが決めになってるフレーズなんで、ちょっとこれやってみますね。もう感覚で覚えた方がいいです、これは。こんな感じです。どんな夜がない夜なんて、だんだんだ、つたったんだ、つたんだで。わかった。Em7 一回アップでやって、その次またアップで C7 で、その次またアップで C です。
わかった？なんだだだパッ。一回だけ Em7。Am からパッ C7C。はい。矢印シンコペーションマークの応酬です。ゆっくりやりましょう。だんだだだ Em7C7C。こんな決めです。もう一回いきましょうか。踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても退屈です。こんな風になります。ダンダダダダツタンダツタンダダン。はい、これぜひ決めてください。この曲唯一のなんかこう決めみたいなところですからね。ポイントです。はい。じゃあそんなことを踏まえながら、これはシンプルにやっぱりこうダンサブルな曲なんでこうビートをねずっとキープするイメージ、これが大事だと思います。はい。いきますよ。じゃあフレデリックの踊るループ、ガズレリルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。テレデンデテレデテレデテテレテレデンデテレデテレデテテレテレデンデテレデテレデテテレテレデンデテレデテレデテレ。踊ってるだけで大丈夫、それをそっかそっかって言って、お幸せについて討論、何が正義なんかって思う、それもいいないいなって思う、レスコープ越しの感情、廊下に全部詰め込んだ、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らない夜なんてもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてバージョンやってみました。これはですね、やっぱりリズムがこうガシガシとこうスパンスパンとこう入ってくると、まあさらにこうテンションが上がる曲だなと思って痛感しちゃいました。はい、これ皆さんワイワイ歌いましょう。ありがとうございました。音楽をね、やっぱやると楽しいですよね。皆さんもどんどんあの周りの方にもこの楽しさを伝えてください。よろしくお願いします。チャンネル登録もこの辺にありますのでお願いいたします。さてガズレレですけど、いろんなことをやっております。最近ではですね、クラウドファンディングっていうのを初めて、人生初めてやって、この今使用中のウクレレを販売型のクラウドファンディングでやったところの、あの開始当日に目標金額が達成させていただきまして、皆さん本当ありがとうございます。これから丁寧にまたお届けするんですけど、あっという間になくなっちゃったんで、昨日、おとといでもう会議をいっぱいしてまして、今ね、あの、増産とか、あのリターン品をまたウクレレ増やします。でその公開がですね、そのレディフォーっていうサイトにいつ出るかっていうのはちょっとわからないんですよ。で出次第また追加ができ次第またシェアするんで、皆さんちょっとあのフォローしておいてくださいね。 YouTube なりホームページなり、はい。でそういうこと一応ホームページ、カズレレ .com の中で一応最新情報を出していこうと思うんで、ここリンクも貼っときますけど、いろんな情報をホームページでひとまずゲットしてください。で他にもイベント情報とか、この後お時間ある方ちょっとこの、あのご案内ご覧になってください。はい、本日はどうも見てくれてありがとうございました。ではご案内どうぞ。イベントやってます。イベントはですね、いろいろやってまして、ここバーッと出てると思うんですけど、はい。まず6月30日、長野県長野市行きます。はい。これがまたですね、中日新聞で取材していただいて、こう、信濃の国っていう曲があるんですけど、それを盛り上がろうということで今盛り上がってますね。はい。それでその次はこれです、これ。千人ガズレレですよ。7月6日土曜日、11時半に集合して練習して12時半本番です。これはですね、どなたでも参加可能。
参加申請いらない、もう無料イベントです。公園でやるイベントです。代々木公園のあの大ステージでみんなで5曲もうテーマ曲決まってんですよ。でちょっと前に事前練習していきなり本番ステージに上がってもいいし下にいてもいいしみんなでやろうっていうもう3年目になるイベントなんですけど、この千人ガズレの詳細ここに貼っておきますからね。これはね皆さんいいチャンスですよ。本当に全国から集まってください。あの代々木公園の大ステージでガズさんと一緒にセッションですよ。待ってます。はい、他にもその7月は奈良行ったりとかその後山梨行ったりとかずっと続いていきます。全国津々浦々でやってますからよろしくお願いします。あとね本出してます。こういうやつ、はい、リッドミュージックから出てる100曲入りのガズの楽譜があるんですけど超簡単ですからね。これはまあ本当にありがたいことでもうベストセラー頂戴しております。まだこれ100曲もあったらもう本当にもうワイワイでも止まりませんよね。もう楽しんでください。他にもいろいろ本出してますね。さっき の, 本あのガズレホームページのところに行ってもらうといろいろそのグッズのところもあります。あとですね、ブログとかも書いてるんですよね。私はブログ、これもいい話してますよ。よろしくお願いいたします。そういうわけでこれからもどんどん音楽やって楽しんじゃいましょう。あ、チャンネル登録なんかここら辺にあると思うんでよろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー。